うん、出ていいよ。一旦この場解散で。ごめんはい。ね、急に呼び出いしえ、こて。ちらこありそがお時と間作っていただきありがとうございます。失礼します。う。はい。うん。僕には選べないよ、それは今。たまちょっと、俺この後ボスたちと話すから、はい。一回帰っても大丈夫そうだから、一旦帰っても大丈夫よ。わかりました。あお疲れ。りがとうございます。お時間作っいいていよ。ただき、話を通してもらえて。食べて。はい、ありがとうございます。ちょっと行ってくるね。はい。いやー、まだ組織に入ってないから、天草さんが、僕はそういう結果に、さっきの、天草さんが抜けるっていう結果になったら組織は優先するけど、でもそうならないように、その前にその原因となるものを解決したい。難しいよ。強さっていうのは確かに街が評価するのもあるけど、僕が感じたものだからそれを言葉にするのは無理な話だよ。いろんな強さあるけど、そんなんフィーリングだし。やめるっていう前提がな。難しいよ。フィーリングって気持ちだから、言葉にできないからフィーリングだし。言葉にできてたら、気持ちは優先しないよ。いやー、どうなんだろうな。引いたのも、これも言い訳になっちゃうしな。引きたくて引いたわけじゃないからな、あれも。自分のミスではある。自分が名前を衛生外っていうのを変えてなかったのもあるし、そういうミスではあるけど、そこもちょっと、まあ、落ちても落ちなかったとしても、天草さんには伝えとかなきゃいけないことだと思うし、話を通してくれたことに感謝だしね。話を通してくれただけで嬉しい。まず。お疲れ様です。一旦そのボスと、まあ、オールイン全体の決定の話をするね。今の一旦の、全体の決定、オールインの全体の決定として、今、まだ弾圧はなし。でも、多分これには、おそらくいろんな理由があると思う。それこそ弾圧がまだ街に来て浅い。とか、あとは、それを街に来て浅いのも関わってくるけど、各組織の理解とか、ただ人として未熟な部分ある、多分おそらく感じたところがあるんだと思う。うん、もう全部ひっくるめて、組織全体の決定として今回は、なしっていうことになった。でも、俺は、タマチを推してるし、タマチがどんだけ努力してるかも知ってる。意欲貯めるまでも、めちゃくちゃ早かった。それは、玉内が、頑張って努力して貯めた結果だと思うし、めちゃくちゃ向上心が高いのもわかる。ありがとうございます。それで、難しいな。もしオールインが、俺を中心にして、俺だけの組織で、全員が俺のためだけに動く組織だったら、玉内はもう、すぐに入ったかもしれない。もう、俺の組織、オールインは、俺のための組織ではない。だから、俺が玉アーチをついて、俺が玉アーチを入れたいっていうだけじゃ、やっぱり始まらないものもある。なるほど。だから、この断られたからって、玉アーチにはもっと、まあ、頑張ってほしいって言ったらあれかもだけど、なしって言った今の状況のこのオールインの決定を覆すぐらい、これは玉町にはビッグになってほしい。オールインが、わあ、あの時玉町入れとけばって思えるぐらい、俺らを後悔させるぐらい、玉町には強くなってほしい。それで、俺らに後悔させてほしい。確かに、俺きっかけ、ゴーさんきっかけで、オールインのことを慕ってくれたのは俺は嬉しいし、それで、オールインを志願してくれた人も、してくれたサマーチも、これは嬉しい、やっぱり。けど、この後は、もうサマーチは、選択はもうサマーチ次第だと思う、すべて。だから、サマーチが、俺らを見返すように、
弱者強くなるのもそうだし、俺はどういう形でも俺は玉地を応援してるし、オールインにないからって別にその俺との関係値が何か変わるわけでもない。まだタマーチのロスサントスの人生は正直始まったばっかだとは思うから、こっからだと思う。わかりました。大丈夫ですよ。まあ、本当は、オールインだけ体験して、入りたかったっすけど、まあ、見返せるように、もしかしたら、他のところの体験ももしかしたら、するかもしれないですけど、一年浪人っすよ。聞きました、僕。オールインって、みんながハーバードって言ってんですよ。それぐらい難しいところ。そんなところにだってまだ22日しかこの街で勉強してない僕が入れるのも、まあ、僕が天才とか才能があったりとかだったらわかるっすよ。でも僕はそういう分類じゃないっす。ゴーさんみたいに。運転がうまいわけでも、ヘランさんみたいに視野がね、広いわけでも。天草さんみたいに優しいわけでもないんだよ。てか天才こそが集まるみたいな感じ。そこにはだって巣が入ったら面白くないじゃないですか。でも確かに僕が考え甘かったんですよ。天草さんは悪くないですってか、本当に僕のいけない。僕がボスを会ってなかった。ボスに会えてなかったから、もしかしたらボスに会えたり、ボスと、傭兵みたいな、やってたら、それこそみんなが言うボスの強さっていうのを見れて、それに惹かれて、天草さんじゃなくて、ボスをしたようになったかもしれないですけど、そんなボスのことを知れてないのに、ボスを一番っていうのを考えれば無理なことじゃないですか。それでだって、例えば僕が、まあ、今回、まあ、その一応、まあ、なんか僕の衛星外で会ってるんですけど、まあ、一応ちょっとそれも軽く言うと、ちょっと衛星外のプラス歪みで、事故っちゃって、まあそれが初対面だったんですけど、関わりのない自分が、ボスファーストにするなんて無理な話じゃないですか。それで僕がボスファーストって言ったら、それもそれでおかしい話なんで、思ってもないことを言うのっておかしいじゃないですか。今はボスのことを知らない。だからボスファーストとは言えないですけど、まあこれから、本当は、一緒に、もう体験するところは入るところって決めてたんで。まあちょっと、体験が増えちゃうかもしれないですけど、本命はずっと王林から変わらないです。自分磨きのために。それこそ、味方としてボスの強さを知りたかったですけど、体験で、他のところで、もしかしたらまだ決めてはないですけど、そういうボスの強さとか、それこそ日常とかで、知れていけたらなっていう。ロスサントスって人に出会うのも運命だし、何か物事が起きるのも運命だし、だからタマーチと俺が会ったのも運命だし、タマーチがゴーさんのドラテクを見てわあなんか惹かれたっていうのも事実だし、それでオールイン目指したいって気持ちになった、そのタマーチの心の動きっていうのもロスサントスでタマーチが経験したことで生まれた運命だと思う。俺も実はこの町めちゃくちゃ長いんだよ。1年半以上いるんだけど、まあ、ぶっちゃけ1年近くは白市民だった。まあところどころグレーなところあったけど、その後警察を目指した。けど警察が落ちた。で苦肉そってなって半グレーになった。それでもいろんなギャングのことをしようと思って頑張ったけど、その時の半グレってめちゃくちゃ忌み嫌われてて、いろんな組織から目の敵にされた。でもそういういろいろがつながって、俺は今結局オールインにいるから、何があるかわからない。正直多分今は、オールインに断られて、あ、憎そってなってる。見返してやるって気持ちになってる。それが俺の警察落ちた時と同じだと思う。憧れてる場所から、お前はまだ必要じゃないって言われて、
くっそへこんだし、俺も。はい。けど、そこで、俺の場合はちょっと、まあ、とある人がいろいろ教えてくれて、くじけずに頑張ろうって思えたんだけど、ここでくじけないでほしい、俺は。その原動力をどこに向けるかは、それはもう玉次第だと思う。オールインに向けるにしよう、他組織に向けるにしろ、ただ知らないことは多分たくさんあるし、出会ってない人はたくさんいると思う。どこに原動力を向けてもいいから、その原動力の火だけは消さないでほしい。さっき、玉内が俺らのことを天才って言ったじゃん。はい。確かにオールインには並外れた天才は確かにいるけど、俺は凡人だよ。何が良かったかっていうのは、ただ運が良かった。人との付き合いによっての噛み合いが良かっただけ。ただそれだけ。ね、玉内は自分のことを凡人だって思ってるかもしれないけど、玉内は多分天才だよ。努力できる天才。ただの天才じゃなくて、努力ができる天才だと思う。だから頑張ってほしい。大丈夫ですよ。諦めないですよ。心配したんでください。僕、オールインって決めて、そこから変える気はないですよ。一回でやめないですもん。他の人はどうかわかんないですけど、まあ、体験という形、傭兵、体験は違うか、傭兵という形で一時的に、大型で経験を積むことは、もしかしたらあるかもしれませんけど、完全に、入るっていうのは、もうオールイン以外は考えてないです。マックスさん、誕生日が10月30日でしたっけ？そうだよ。ボスの誕生日、いつとかって分かります？わかんないかも。なんで？ボスの誕生日の額だけ稼いでもう一回、まあ、その自分も認識が甘かったっていうか、確かに、その天草さんをファーストに考えるのはボスからしたら俺のことじゃねえのかってなるとか、あるんで、ボスの強さを感じ取りつつ、ボスファーストで考えれるように。ボスのために名を刻みましたみたいな。誕生日と同じ、例えば7月7日だったら77億貯めて、どうですか？みたいなことを、ちょっとユーモア入れてみようかなって。まあ、どういう形であれ、ありがとうございます。僕は、約束守って、話し通してくれた天草さんにはもう感謝でしかないんで、そもそもオールイン自体に5日間もね、あんなに楽しい時間過ごせたんで、感謝以外出てこないっすよ。まだ22日だからね、たまち。あと1ヶ月経ったら、今の経験の2倍は積むんだよ。22日で感じたことよりも、1ヶ月後感じたことの方が絶対多いから、はい。まだまだ絶対成長できる。俺は応援してるし、たまちが進む先に幸せがあればいいなと思ってる。どこに進むにしろ、はい。どんな方向を見るにしろ、全力で頑張ってほしい。もちろんです。その決定がもし、例えば、警察に行くんだ。だってもう、俺はいいと思う。逆に、戦闘じゃなくて、内政みたいなので、この世界を取る。おっさんとそう牛耳る。でもいいと思う。はい。この街でできないことはないか。本人の気力次第。だから、そうなった時は俺は応援する。道は一つじゃないよ。でもどの道を進むにしろ全力で頑張って。はい。アイスあげる。食べよう、一緒にアイス。食べますか。まあでも、本当に約束守ってくれたこと自体がまず嬉しいし、まあ確かに、なんだろうな。まあその、ボスと会えてなかったっていうのもあったんで、もし次体験、すいません、ちょっとこれだけ、もう一回言ってほしいんですけど、今回はですか？もうですか？ダメっていうのは。そのオールインとしてってこはと？い。絶対にですか？それとも、今回はですか？先に言っておくと、はい。
絶対はない。だから、1%でも可能性残ってますか？弾次第。じゃあ大丈夫ですよ。すべては。任せてください。組織のトップが俺だけで、俺が100人いて、俺が20人いて、その20人で天草っていうギャングだったら 100% はあるけど、はい、だけどオールインっていう組織は俺だけじゃないし、俺は玉鷲を入れたいって思ってたけど、はい、それでも動かない。オールインがあるから絶対はない。僕のこと言うかもしれないけど、今後玉鷲がめちゃくちゃ頑張ってオールインだけを見てても、オールインはノーって言い続けるかもしれない。はい、逆に玉鷲がアタックしてオールインが、まあ、そこまで頑張るならっていう未来もあるかもしれないけど、絶対は絶対にない。なるほど。でも何かに打ち込んだ人っていうのは絶対何かに何かを手に入れると思う。難しい。俺もそんな口うまい方じゃないから。不器用だし。いや、だいぶいろいろと気持ち伝わってきますよ。本当？まあ実際そのオールインってさ、はい、結構そのまあハーバードって言われてるのは知らなかったんだけどなんか結構オールインって周りの組織からもなんか一目置いてもらってる部分があったりとかするの。はい、やっぱり光に寄ってくる人たちはいるし、正直そのオールインに入りたいっていう雰囲気を出してる人も何人か実は今までずっといたけど、はい、蹴られた人は結構いる。ぶっちゃけその1人とか2人とかじゃない、もう玉鷲も入れても結構いる。そもそもこのボスの面接まで行ったっていう人はでも少ない。多分もっとも結構門前払いされてると思う。なるほど。うん、正直挑戦してる、オールインに挑戦するっていうだけでまず勇気いると思う。多分でその他の組織がハードルが低いとか言ってるわけではないんだけど、はい、オールインって結構取っかかりがあんまない。入りたいって思える取っかかりがなかなか少ないし、はい、結局は組織の決定、ボスの気持ち、いろいろ噛み合って人を入れるから、一概に何ができるから何ができないからっていう明確な理由ってあんまないんだよね。はい、実際そのただのギャングとしては運転技術も玉ちゃんめちゃくちゃ上がってると思うし、はい、ずっと運転して結構、なんか上田さんからも聞いたんだよ、玉内が結構運転の練習めちゃくちゃして、はい、テイストとかはもう結構勝てないレベルに強いよみたいな。打ち合いに関しても実際にやって分かってるからめちゃくちゃ強いのも知ってる。戦闘面においては確実にトップクラスだと思う、玉内は。だけど多分組織として見てたところは多分そういう部分じゃなかった。というかオールインは別にそこは特に重視してない。はい、ぶっちゃけそれに関してはそのまあある程度の戦闘技術が本当になかったらね、例えばもう車運転しても目の前の道路すら運転できませんみたいな完全なあれはあれだけど、そういうなんかただの技術では見てないから、玉鷲も変われるところはあるとは思う。なるほど。なかなか難しい。アピールが下手だったんですよ僕が。やっぱ戦闘面だけしか見せれなかったのかなっていう。日常の会話とか、やっぱなんか、不快にしちゃうこととか言ったりとか、そういうのがあったんですよ。正直俺も難しい。自分、ごめんな。俺が不器用だから、玉鷲押し切れなかったのかもしれない。いや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 。それも僕がもっと頑張って押せるような要素をたくさん持ってればっていう。だから僕に、天草さんを振り向かせられなかったら、ボスなんて振り向かせられないじゃないですか。AI みたいだね。だんだん攻略していくみたい。違うか。すまん。なんか寂しい。玉鷲。本音は、一緒にお仕事したかったですけど、うん、やっぱなんか、これからもし、あの場で、ボスのためにとか、そんなことを言えないですもん。だって嘘ついてまで張りたいと思いますね、うん。そうだ、よかったね。ボスのためにって、言ったらもっとあれかもね、あれだったかも。知らないのに、うん、ボスのためって言えないじゃないですか。だから本当に例えばボスがいるときに
僕が体験お願いしてたりとか、うん、僕の話すタイミングっていうかその頼むタイミングが悪かったんで、それもまた運命じゃないですか。そこもマジで運命だったな。でも俺だったら多分自分の見栄え良くするためにボスのためにとか多分言ってたかも、同じ立場だったら。それでボスに会ったこともないで、ボスのためってなんだって言って多分切られたと。てかひどいっすよボス、絶対天草さんが抜けるなんてこれ考えられないし、しかもその状態になってるんだったらその前から変えたいっすもん。無理な話っすよ、うん、俺が抜けることはないかな。あれはもうボスのちょっと意地悪な質問だったね。もし仮にさっきも言ったっすけど、うん、そういう状態だったら、うん、僕はそうなる前に解決したいっす。そうなったらもうおしまいじゃないですか。うん、そうなる前に何かを変えなきゃいけないのに、そうなっちゃったっていうのは何か悪いわけじゃないですか。そうだね。で、間違ってる天草さんが抜けるなんて間違ってるのに、その間違ってることに気づけてないっていうのはおかしいじゃないですか。うん、うん、そこはなんかなって思いました。いくらボスでも間違ってることなのに間違ってるって言えてない。想像できないですもん、天草さんが抜けるって。その結果が生まれる前に何かをしなきゃいけなくないって思ったんで、あの時は答えにならない答えをしちゃったかなっていう。その前に問題を解決したいっていう、うん、俺が抜けるなんてなんかあるよな絶対な。でもあそこはもう間違ってることだったんで、なんなら間違ってるって言ってやりたかったっすね。うん、そんなのはないよって。そんなことない。うん、でも否定からは入りたくないんで、変なかったです。なんか俺が泣きそう。いや苦手なんだよこういうの。あんま長話してもあれか。そうっすね、うん、頑張って。はい、友達。まあ100億ぐらい貯めて、うん、また再挑戦しようかな。うん、返してくれ。大型とかって他のところ、うん、傭兵とかってあるんですかね。あると思うよ。というか、うん、そもそもオールイン自体が傭兵をそもそもあんまりしない。あーオールインってそう自分組織内で完結させたい、はい、しそれが誇りだから、他組織との合同とかはあんまりはしないかな。だからそもそも傭兵とかっていう事実自体が珍しい。でも他の組織とかは傭兵やってもらったりとかしてるところは多分あると思う。あんま詳しくは分からない組織の情報だから。けどなんかあれこの人半グレじゃねみたいな人が大型のところにいて捕まってるとか見たことはあるから。はい、なんなら今結構ヤング同士ってすごいバチバチ気味なのね。はい、だから傭兵とかそういう人たちを探してるとか、はい、そういう戦力になる人っていうのを探してる人も絶対いると思うな、町は。でも僕本当は行きたくないっすよ他のとこなんて。体験でも難しいところっす。経験は積みたいけど、うん、でも俺以外では経験積みたくないっすね。だから小型かな。俺は傭兵してもいいとは思うよ。それが経験につながるんだとしたら、俺はそのいろんな組織に傭兵しに行ったっていいと思うよ。でも相手方にもそのオールインのために踏み台にするっていうのはやっぱ考えたくないんで、うん、相手方も傭兵とかで雇ってくださるわけだし、うんうんうん、傭兵と体験は似てるかな。その組織のためにその組織に入りたいから体験する傭兵すると思ってるんで、オーリンのためにいろいろと頑張りたいけど、でもなるべくそういう方にもリスペクトを持ちたいな、うん、その思いの強さっていうか意志の硬さはすごい誇れるもんだと思う。まあ1週間後1ヶ月後もしくは半年とか、まあ、かかるかもしれないですけど、
また再挑戦します。ボスがどう思ってるかわかんないですけど、ボスがもうダメって言うんだったら難しいかもしれないですけど、今回はダメだったら全然。どう思ってるんだろう、ボスは。俺もボスの腹の底はなかなかわからない。わからないからこそ、そのわかる部分を汲み取って、ボスの意思っていうピースをはめ込んで、自分の中でこうパズルを作ってってる感じなのね。だから、ボスが本当は何を思っているのか、何を感じて、何を重視してとか、そういうのも、やっぱり俺は全部わからない。もう半年ぐらいオールインにいても、やっぱりわからない部分って多いと思う。俺は、ボスのね。だからボスがどう思ってるかっていうのは、俺も正直まだわからない。けど今回はなし。でもこれは多分揺るがない事実だから、今後もしそのオールインに、というか、やるんなら、確かに俺を、まあ俺はもう友達を認めてるからなんだけど、俺以外の人も認めさせるような、それこそボスを認めさせるような存在にならないとね。まあ、みんながボスだけじゃなくてみんなに欲しいって言ってもらえ、今回はマックスさんしか動かせなかったですけど、頑張ってみんなに、それこそゴーさんもやっぱ素材の買い取りとか、しごろさんとかも素材なんだろうな、そういうやっぱ欲しいって思ってもらえなかったってことはやっぱり何か足りないんで、それを自分で見つけて武器にしていこうかなと思いますよ。じゃあ行くか。いや、ありがとうございます。本当に話し通してもらえて。いいよ。頑張ってね。アマクサさんのおかげでボスとの認識取れましたもん。そうだね。ここからどうやってアピールしていくかっていう話ですもんね。俺は落としたよ、たまじでも。俺は落としたから、あとは他のオールイン落とすだけで。いやー、ゴーさん、メタスク一直行ぐらい渡さないと落ちなそうだな。難易度高いかもね、郷さんは。ゴーさん、落としたかったなー。やっぱ、素材買い取りとかいろいろしてもらったけど、やっぱ、ゴーさんには何も返してないからな。まあ、ぶっちゃけ今日郷さんいなかったんだよあー、はいはい。ね。だから郷さんの本当の真意はわからないけまあでも、ゴーさんだけじゃなくて他の方の意見も合わせてっていう。そうだね。あくまで郷さんも俺もオールインの中だったら構成員だから。普通にギャングのメニュー開いたら右上に下っ端って書いてあるんだ、これ。そうだ、そのしごろ角がそのハイドアウトガレージ今待ってるっぽいから、あ、行こ行きますか。う。了解、今行く。はい。ありがとうござい普通ありがまとうす。ね。いいどうえ。も。これ中見て。これなんかいっぱい入ってる。これ何これ。ね、あれ。ガリュウ、アスカ、ハングレーと、低音を弾くと、あと、シゴちゃんの普段のイメージのはい。色ありがとう、名前の。全部間違えてたけど。うん。ありがとう。正解は？正解は？物流アスカハングレーと引くね、引くだね。いや、この低音引くって読んだ。イメージカラーなんだ。そう、お世話になって、無事にね、レベル3達成したから、ちょっと待って、俺より終わって、早く終わってんじゃん。俺まだ終わってないんだけ嘘でど。しょ？もう終わったの？終わったよ。示ゴロ君さ、しがつかねちょっとさ、君さ、倒マれるジし、バイクも。痛い。さ、何してんゴロの？君さ、ちょっと。やば。早っ。頑張ったね。いやでも、すご。このバイクのおかげだよ。よかった。ありがとうね、本当よに。いしょ。いいえ、こちらこそありがとう、こんないっぱい。おりに落ちちゃった。なんか、今聞いてさ、ダメだったよ、みたいな話を。俺、今日来たから、ちゃんと聞けてないんだよね、経緯の話とか、話し合いの部分を。あ、一応今落としたよ。ありがとう。だから、その理由とかも、後でちゃんと俺の方で聞いて、俺の中で噛み砕かなきゃいけないんだけど、まあでも、どうし、黒い方はさ、友達君的には黒い道は目指し続けるの？まあ、これで警察になるとかはないね。
ずっとこのまま黒は続けとくよ、うんうん、まあ、黒同士になるんだったら絶対合うだろうし、うん、うん、なんか、ま、拳を交えることもあればね、拳を握られることもあるだろうから、うん、何の縁があるかも分かんないし、ひょっとしたらね、またなんか一周回って入る入らないのタイミングが訪れるかもしれないから、うん、うん、会えなくなっちゃうわけじゃないから、まあそうだね、全然そうだと思うから、うん、連絡先もあるしね、なんか、うん、困ったら全然相談してくれれば、はい、これで関係終わりとかじゃないから、うん、お話とかもできればいいなと思うけど。ありがとう。いや、こちらこそ。なんか、俺がごめんねっていうのは違うんだけど、うん、まあ、でもその、うん、入りたいって門を叩いてくれて入れないっていう結果になっちゃってるから、うん、いやいや、もうそれは、うん、だってヤングって結局組織ではあるけど、やっぱ一番上の人が決めることだから、うん、まあ、今あれだよね、ボスと話してきたんだもんね。そうだね、なんかすごい酷な質問されたんだよね。ああ、なるほどね。まあまあそこは深くは聞かないけども、うん、うわかった、とりあえず俺もうまく飲み込むから。でも全然本当に、まあ天草さんにも言ったんだけど、うん、全然諦めるとかそういうのはなくて、うん、本当に自分をもっと磨いて、うん、まあ、なんかまた再挑戦しようかな。それが1週間、1ヶ月、うん、1年かかるか分かんないけど。うんうん。待っててね。分かった。その時はもう同期じゃなくて先輩だと思うけど。まあ、今はもうね、いろいろ何言ってもしんどいと思うから、どうにしろ頑張りようがあると思うから。ありがとう。ね、うん、困ったことがあったらすぐ連絡くれれば。ね、そんないいのね、ありがとう。うんうんうん、いやいやいや、本当に。まあ、1回ね、体験傭兵で、一緒にいろいろやったも仲だからね、うん、命も守り合った仲ですから。一度背中を預け合ったもんね。そうだよ、うん、でこちゃんと同期になりたかったな。そうね、入れたらよかったけど、まあまあまあ、まあ、よいしょ。大丈夫ですか、疲れてません？俺？あ、いや、違うよ、奥さん。あ、ごめん、ごめん、ごめん。シャラスも疲れてるんですか？たまーちほどではないけど。台風なくしただけ。押す側もなかなか。そうね。じゃあ、たまーち、じゃあね。1ヶ月、何ヶ月、それか何年かかるかわかんないですけど。次も叩くときは、2回目の挑戦では、もう頑張るんで。今も頑張ったんですけど、うん、もっと頑張るんで、うん、待っててください。オッケー、いつでもいいよ。なんだったらオールインじゃなくて敵になって俺の頭を打ち抜いてきてもいいよ。いやいや、やばいです。そしたら、もともとその強い方に使えるっていう目標があったから、うん、それ達成できないじゃないですか、オールイン入れなかったら。まあ確かにボスが最強だから、この街で、うん、ぶっちゃけね、うん、だやっぱボスにこう欲しいと思ってもらえるようにいろんなことをね、うん、そうだね、頑張って、頑張ります。うん、じゃあ行くよ、俺は。はい、うん、またなんか教えても欲しいことあったら。あ、いいよ、全然。その今回のことがあったからって別に気を失いで今まで通りで、うん、なんか分かんないことあったら言ってくれれば教えるし、まあ、なんか知りたいことあったら、まあ、教える範囲だったら全然教えれるから。うん、全然頼ってくれて構わないよ。ありがとうございます。うん、今って半グレってなんか誰がいんの？でも 2,3 人しかいないですね、自分含めて。え、ロックと仲いい？はい。ああ、じゃああいつも頑張ってんだな。目指してるところあるらしいですね。どこ目指してんだろう。まあなんかもう決まってるみたいなこと言ってたっすね。じゃあ頑張って。頑張ります、ね、ありがとうございました、本当に、うん、ありがとう。頑張れ。じゃあいつも頑張ってね。またね。またね、うん、じゃあお疲れ様。お疲れ様です。またね。はい、失礼します。まあねえ、頑張ってたけどやっぱ自分以上に頑張ってる人しかいないってことだよね。頑張るのは当たり前。でも、自分の頑張りが足りなかった。それで、心を動かしたのが、マクサさんだけだったから。それはもう、
の感じ方だからね。今回は天草さんしか心を動かさなかった。でもっと頑張んないけどいけないしっていう。本当は行きたくないんだけどな、体験とか傭兵含めて。引けねえよ、引き金なんて。引き金敵として引けないよ、そんな簡単に。半グレをやって何億貯めようかな。何億がいいんだろうな、貯めるんだったら。ブレードで攻撃してきた警察とかもいるし、飛行機はヘリは大そうだけどな。だいぶ難しいな、やっぱ世界は広いんだな。満身してたんだろうな。射撃もまだまだだし、運転もまだまだ。話し通してくれたの嬉しかったな。結果はあれだったけど、話を通してくれたってことが嬉しいね、やっぱり。強い方に使いたいけど、間違ってることは間違ってると思うんだよな。天草さんが抜けた場合みたいなこと言うけど、消えないことだと思うからな、そんなの。強い方には使いたいけど、それで自分が死んじゃうのもな、考えられなかったな、抜けるなんてこと。そういう場合があるってことも考えなきゃいけないけど、そういう場合って相当すごい状況だと思うけど、その前に解決したよな。難しい話だな、本当に。偽るまでして入りたいとは思わないね。だってそれもし偽ったとしても本心じゃないってことは分かると思うし、本心で入りたいから。それじゃ楽しくないからね。楽しいって思えるから本心だって。難しい話だな、本当に。まあ結果は結果、しょうがない。どうやっていくか。難しい答えっていうのは今のところは見つからない。でも別にね、時間がないわけじゃないから。何を求めてるかなんだよな。技術なのか、資金力とかそういうのなのか、はたまた違う何かなのか。そこを見つけるところからじゃないかな。向こうから出された問題に答えれなかった時点で、まだまだ自分の勉強が足りなかったってことなんだろうな。欲しいって言われたいな、だったら。まあこれで僕は断られたから復讐してやるぞとかはならないかな。今回はいわば失敗、不合格っていうのは失敗ってことだから、ここからどんどん自分で何が必要だったのか、これは良かった、でもこれはダメ、自分の中でそういうのを考えて、必要なものはこれからも続けていくし、必要じゃないものは切り捨てていく。天草さんの話からするに、オールインっていうのはボスのための組織だから、ボスファーストで考えられるようにって感じなのかな。まあ、それでもやっぱりボスに会ってなかったから、無理な話だけどね。もしかしたらここで入れてたら、満足して、今のままずーっとなる可能性だってあったし、ここで断られたことによって、自分に足りないものとかをもう一回ね、見つめ直せるし、さらに成長できると思うし、そういうことも含めて感謝でしかないね。時間も作ってくれたしね。うまくまとめようにもまとまんないからな、今は。何が必要か何が必要じゃないかって自分でフィードバックしたいけど、難しい。簡単に出るものでもないしね。好かれるために偽りたくないから、さっきの自分を見てもらって、今の自分を見てもらって断られたからまたいい。それで、変に、ね、偽りの自分でっていうのじゃなかったから。うさんばらししに行くか。ここが一番安らぐわ。マジで難しい。それもちろん。18か。ん？
There's a 13. That's a bust for the house. まあ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 、これぐらいはね。Place your bets, folks. 5億負けてるからね。7。ラッキー7? There's a 17. 2よ。Would you like a card? 引けねえ。A 17. おお、まあ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 。Bets, please.A four. 終わった。ありがとう。お、いや、ある。Another? There's a 12. はぁ、いきます。Bust, I'm afraid. もう、ダメだ。A 15. 21 on the table. うーわ、引かなきゃよかった。7連続ぐらいこれで勝てるようにならないとね。今日も勝つのに座れた。難しいね。何をするべきなのかっていうのが難しい。まあ、難しいな、本当に。まあでも、自分をこう見たときに言えるのは努力が足りなかったっていうのは絶対だろうな。結果が出なかったらダメだからね。檻に入りたくてやってたけど結果が入れなかったってことは努力不足ってことは確かだから、見てくれてる人は努力してるね、努力したねって言ってもらえるかもしれないけど、赤の他人とか第三者に努力したねって言わせたいんだったら結果を出すしかないからね。見てくれてる人は努力したねって言ってくれるかもしれない。でも結果が出なかったらそれは努力じゃないからね。それこそ今回で言うんだったらオールインのボスにこの見せれるようなものではなかったっていうことだから、努力じゃなかったってことだからね。今の僕だと本当に何が必要なのかっていうのを分かんないし、いやー、どうすればいいんだろうね。話したいなー、誰かに。手が動かね。はい、もしもし。友達として言う、前の昔からの友達として相談乗ってくれないか？ああ、別に。今暇？え、今ね、あのラビスピ逃走中の鬼やってる、どうした？ああ。どうした？いや、それだったら抜けれないもんね。いや、別に抜けれるぞ。俺別に運営じゃねえし。ああ。まあ、白状者って感じやな。お前捕まったらはい終わりかーみたいな。感じじゃない多分。何時まで起きてんの？いやー、何時までってわけじゃないけど、こう今すぐ話したらと思ったら、でもそれやってるなら全然ね。ねえ、那須くん、これ何時までだっけ？あと30分？このイベントあと30分だって、1時半までか、そういえばこれ。結構長いんだよね。そうだな。オッケーオッケー。ありがとう。うん、そしたらまあ1時半でもよかったら行くわ。30分後か、 OK。 あ、30分後。じゃあ1時半になったらもう一回電話ちょうだい。 OK OK、 またね。心配かけたくなかったしちょっと強かったけど、アモクスさんにやっぱ散々お世話になったし、なるべく明るく振る舞ったつもりだったけど難しいね。むしろ天草さんはね、
教えてくれたわけだから、本当に自分が不甲斐ないよ。せっかく押してもらったのに旅行されなくて難しいな。3日っていう短い時間でどれだけアピールできるかってことよね。いや3日じゃアピールできねえよ。難しい。ヨーナー入っちゃうと3日の体験じゃ本当に何をすればよかったのか。3日って難しいな。どうやって見せていくかって感じか。心配だけはかけたくなかったからな、天草さんに。でもどんなに明るく振る舞ってもやっぱり、でも頑張ったかな。あんまマックスの前ではこの銃見せたくなかったし、そこは伝わったかな。伝わったかなってか、伝わなくてもいいんだけど、あんだけいろいろ考えてくれたし。難しいな。でも今回はって感じだから、これは僕が出さなきゃいけないことではあるからね。僕が天草さんの言葉から、あの短いボスとのやりとりから何を求められたのか、天草さんはすごいヒントは出してくれたと思うから、その中から何が必要、何がいらない、何を求めてる、そういういろんなことを考えて、努力はどうなんだろう、才能なのかな。この努力は人しかされ与えられたものだと思うからな。どれだけやるのかっていう話だと思うから、難しいよ本当に。いつもだったら何が悪いのか、何が必要で何が必要じゃない、じゃあ次にどうつなげていくかっていうのが分かるけど、言葉がな。今はやっぱね、頑張ってこう元気にしてるつもりではあるけど、本当に難しい。すぐに答えを出さなきゃいけないものじゃないからいいんだろうけど、でも本当になんだろうな、もう言葉難しいよ。なんでオールインじゃないといけないのって、気持ちを言葉にするのが下手くそだったな。直感なんてね、言葉にできるんだったらどれだけ楽か。あの時の気持ちは僕にしかわからないからな。でもそういうのが言葉にできるんだったら、うん、こういう時こそ相談したいけどな。気まずいよ今相談するのは。答えは出ないまだね。明日か明後日かは分からないけど、何が必要か、何をすればいいのか、今後の自分の成長のためには何をすればいいのかっていうのは今は避けてないけど、僕はみんなに約束するよ。諦めることはしたくない。一度決めたことだから諦めない。だからこれからも、これからもっていうか今回、これからはいつも自分が想定してた道よりも厳しいから、すごい辛いことにはなると思うけど、辛いことにはなるというか、もう辛い道なのも今回ではっきりと見えたけど、辛いから逃げようとか、辛いから他のところにっていうのは嫌だ。強いボスに使いたいしね。難しいよね。強いボスに使いたい。他にも強い人に使いたいってなって他にもいるってなるけど、残りの決定なんてね、本当に。
直感でしょ。それを言葉にしたりとかいろいろ難しいけど、僕は一回じゃ諦めない。でも今日ぐらいは泊まってみようかな。ちょっと少し疲れたよ。ごめん、今日は足踏みしたい気分かも。全力で行きたいけどね。今日はちょっと疲れちゃった。本当はね、ずっと走ってたかったけど、たまには歩いてみようか。恥ずかしいしね。心配かけたくないからな、本当に。頑張ろう。何があっても諦めないし。難しい。ハーバードだったな、本当に。浪人して受かるかもわからないけど。でも本当に入りたいから、浪人してね。一年なのか、一ヶ月なのか。どれぐらいでまた再挑戦できるかわかんないけど。まだわかんないや。本当に。何が必要なのかが。答えは出ないし、簡単に出しちゃいけないことじゃないから。簡単に出していいものではないし、本当にゆっくり考えよう。